僕の言葉に小暮さんは神妙な面持ちでうなずいた。そして大きく一つ深呼吸をしてから、僕は日記の続きを読み始めた。8月18日。約束の時間は午後だったのに、私は待ちきれなくて、朝、目が覚めるなり河原へ行ってしまった。もし来てくれなかったらどうしよう。あの子は約束を破らない。なぜかそんな気がして待ち続けた。そして、あの子は来てくれた。私の姿を見つけると、笑顔で手を振ってくれた。それだけで、涙が出た。あの子が、またどこか痛いのと心配してくれて。そんな優しさに、ますます涙が止まらなくなった。泣き虫だねって、あの子は笑った。あの子と話していると、すぐに時間が経ってしまう。私は話題を持ってないから、あの子の話を聞いてばかりだった。あの子は友達のこととか、好きなゲームのこととか、自分のことをいっぱい話してくれた。それなのに私には、何も話すことがなかった。自分が嫌になった。あの子につまらないやつだって思われたかもしれない。だとしたらどうしよう。怖い。8月19日。インターネットであの子の好きなものを一生懸命勉強した。徹夜なんて久しぶりだった。今まで自分が接したこともない未知のものを、とにかく、頭の中に詰め込んだ。まるで学生の頃、テスト前に一夜漬けした時みたいに。寝不足のまま、約束の時間に河原に行くと、あの子はもう来ていて、また会ったねって笑ってくれた。私は一生懸命話した。あの子の気に入ること、好きなことを話した。すごく喜んでくれた。でも、あの子を騙しているような気がして、胸が痛んだ。今の私は、あの子だけが生きがいになりつつある。あの子のためなら、私はどんなことでもするだろう。8月20日、今日は雨で、しかも土曜日だった。あの子がいつもの河原にいるのかどうか不安で不安で、朝から落ち着かなかった。我慢できなくなって、昼頃に河原に行ったら、あの子は傘を差してポツンと立っていた。濡れて風邪をひくといけないからと、家に招いた。服が濡れていたので、乾かしてあげようと思ったら、激しく拒絶された。私は混乱して、どうしたらいいのかわからなくなった。必死に謝った。あの子はもういいよって許してくれた。でも、私は見てしまった。ズボンを履いたあの子の足。わずかに覗いたその肌に、いくつもの青あざがあったことを。どうしたのって聞いても、悲しそうな顔をするだけで、あの子は答えてくれなかった。私たちはゲームをして遊んだ。あの子は普段あまりゲームができないと言っていたが、物覚えが良くてすぐに上手になった。私なんか下手くそで、全く相手にならなかった。ごめんね。私なんかとゲームしても、ちっとも面白くなかったよね。でも、あの子は私のことを、下手くそだなって、笑いながら、真剣に遊び方を教えてくれた。あの子はいつも、私に気を使ってくれる。もっとわがままを言ってくれてもいいのに、
そう思うのは私のわがままなのかもしれない。明日は日曜日、彼は来れないらしい。そう聞いただけですごく落ち込んだ。また月曜日に遊びに来るよってあの子は言ってくれたけど、一日会えないのが辛い、とても辛い。あの子のいない生活が早くも考えられなくなってきている。なぜこれほどまでにあの子に依存するようになってしまったのだろう。8月21日、今日は日曜日。彼は来ない。日曜日はいつも事情があって遊びに行くこともできないそうだ。どうして私よりも大切なことなの。でも怖くて聞けなかった。それを聞いてしまったら私は嫌な女になってしまう。8月24日、あの子は火傷のことについて少しだけ話してくれた。火傷は背中全体に及び、痛々しくて見ていられなかった。けど、なぜかあの子は誇らしげだった。辛くないの？という私の質問に、あの子は首を振った。この火傷は、愛情の証なんだよ。そう言って、あの子は嬉しそうに笑った。8月28日。今日は日曜日だというのに、あの子が来てくれた。夕方、もう日が暮れそうになった時に、私の家に遊びに来てくれた。本当は来られないはずなのに、私は嬉しくて嬉しくて。泣いてしまった。夜遅くまであの子はいてくれた。私はあの子のために夕食を作り、ごちそうした。誰かのために料理を作るなんて、何年ぶりだろう。あの子の喜ぶ顔が見たくて、ワクワクしながら料理をした。あの子は喜んでくれたけど、ちょっと気合を入れすぎてしまった。量が多かったみたい。少し前までは夜が訪れるたびに私は泣き出しそうなほどに寂しくて辛くて死にたくなっていたものだ。でも今日はあの子がいてくれた。私は孤独じゃない。あの子と夜の街を歩いた。私は幸せだった。8月29日、彼は来ない。昨日約束したのに、どうしたんだろう。何かあったのだろうか。不安で不安で、河原に行こうかとも思ったけど、この家を出て行って、もし行き違いになったら、そう思って一日中、部屋で待っていたのに、ああ、どうして来てくれないの。8月30日、今日も来ない。不安と絶望で、昨日の夜は眠れなかった。あの子の声が聞きたい。8月31日、どうして、もう飽きたの。やっぱり私といてもつまらなかったの。あの子が来なくなって68時間が過ぎた。その間一睡もしていない。もうあの子なしの生活なんて考えられない。孤独がこんなに辛いものだなんて。もはや一人で過ごすことに耐えられない。ど
どうして来てくれないの？何があったの？生きるのがまた辛くなってきた。8月1日。今日もあの子は来ない。どうしてなの？8月2日。あの子が来た。また私のところに戻ってきてくれた。でも、彼はひどくやつれていた。この4日間ですごく痩せてしまったみたい。私の顔を見るなり、ごめんねと言った。粘り強く説得して、一体何があったのか聞いてみた。でも、彼は教えてくれない。きっと、親だ。親があの子を拘束してるんだ。かわいそうに、あの子の手は傷だらけだった。爪の間に真っ赤なものがこびりついていて、どれだけ洗っても取れなかった。これほどまでにあの子をやつれさせるなんて、これほどまでにひどい仕打ちをするなんて、許せない。なんとかしなければ。8月3日、あの子との散歩、もう何度目だろう。お互いに手をつないで夜の街を歩く。ただでさえ外出するのが辛かった私にとって、こんな風に出歩くのは奇跡のような気分だった。あの子はお昼も散歩しようと言い出した。肌白いよって心配してくれたのだ。その言葉が嬉しくて、私は泣いてしまった。8月4日、私は太陽の光を久々に浴びた。あの子がわざわざお昼頃にやってきて、一緒に散歩をした。他人に怯え、ビクビク震える私と手をつないで、あの子は平然としていた。それどころか、楽しそうに、いつもと変わらず、私と話をしてくれた。あの河原で、太陽の恵みを感じ、涼しい風を頬に当てて、こんなに爽やかな気分になれたのは、生まれて初めてだった。あの子は、私を、人間に戻してくれる。今日の私は口数が少なかったね。ごめんね。私は陽光に照らされた街を歩きながら、泣きたくて仕方がなかったんだよ。ずっと泣くのを我慢してたの。また泣き虫だねって言われちゃうね。でもすごく嬉しかったんだよ。私はあなたのためなら何だってする。あなたの幸せのためなら、すべてを犠牲にできる。私にとって、あなたがすべて。8月5日。まさか信じられない。あの子の親、なぜ、今まで聞かなかったんだろう。名前、忘れることなどできない。私の、あの女。私はもう一人じゃない。あの女に、あの子はふさわしくない。あの子は、私のもの。気づいた。あの子は私の、ずっと一緒、ずっと
日記はそこで終わっていた。読み終えた僕は大きく息をついた。先輩、雪村の日記にあるあの子とは、祐介君のことなのでしょうか。ええ、内容からも、多分。日記から読み取れる雪村の感情は、鬼女の怨念には程遠い。むしろ、初恋をした少女のような印象だ。思い余って無理心中でも図らない限り、祐介君の安全は保証されていると言っていい。その点については、少し安心した。小暮さんは続ける。そして、日記にあるあの女というのは、斎藤ゆかりのことですね。多分。ということは、雪村京子は、斎藤ゆかりを知っているということになります。その通りだ。では、その逆はどうだろう。斎藤ゆかりも雪村を知っているのではないだろうか。そこに事件の鍵があると睨んで、僕と小暮さんは斎藤家に向かおうとした。しかし、僕らは地下5階の廊下に出たところで、見知った顔に足止めされることになった。